今日は新番組おうちで食べよう記念すべき第1回です。イエーイ、ありがとうありがとう。この新企画ではピンキーが大切にしている未来ある日本の子供たちが将来グローバル社会で活躍できますよう、身近なことから英語のお勉強のお手伝いをするコーナーだよ。国際人として育成するには、ピンキー今日もよく喋んね。もっとわかりやすくして。ああ、とにかくパティシエになりたいという夢を持つミスヒナが楽しく英語で料理したり日本の文化を学ぶお時間だよ。では早速、おせちと並んでお正月の食卓に並ぶものといえば、お雑煮。そうだね、ミスヒナ、お雑煮って何かしてる？スープみたいなもんだよね。おお、さすがその通り。新年にいただく日本の伝統的なお吸い物だよね。英語では A Japanese Traditional New Year's Soup Dish って言うんだよ。長いね。外国の人にお雑煮を教えるにはまずはきちんと意味を伝えなきゃいけないんだ。だから長くなっちゃうの。まずお雑煮食べるのはいつかな。1月20日え、なんでそこ間違える。新年1月1日1日ってのは1日ってことね。だから1月1日に食べるの。新年は英語で New Year。 ハッピーニューイヤーのことでしょ。そうそうそう、だから New Year's Soup って訳されるんだよね。ちなみにスープの中には何が入ってるか知ってますか？大根とか、人参とか、おうおう、あとわかめ？わかめ？わかめのお雑煮はピンキー見たことないな。スープは入ってるんじゃないの？それわかめスープじゃないかな、きっと。ね、野菜と、あとね、お餅が入ってるの。お餅好き、きなこ餅とか。きなこは入れないけどね。すごい。With rice cakes and vegetables。 お肉も入ってたっけ？おお、いい質問だね。入ってます。でも、吸い物の味、お餅の形、味付けや具材、例えば肉とかね、魚とか野菜の種類ってことね。それって地域や家庭によって違うんだよ。へえ、そうなんだ。では早速、今日は小さな子供でも作れるお雑煮を一緒に作ってみよう。お家で食べよう。レッツスタート。お雑煮の食材だよ。レディーゴー。キャロット。キャロット。ボイルフィッシュペースト。ボイルフィッシュペースト。スティッキーライスケーキ。スティッキーライスケーキ。ジャパニーズマスタードスピナッチ。ジャパニーズマスタードスピナッチ。トゥギャザー、キャロット。ボイルフィッシュペーストSticky rice cake Japanese mustard spinach Good job! じゃあピンキーにお雑煮作ってあげるね。うん、楽しみにしてる。まずは手を洗わなくちゃね。 Let's wash our hands. Get the hands wet. Get soapWrap hands and rinse. Rinse って聞くと髪のトリートメントって思っちゃうけど、英語では洗い流すという動詞なんだよ。本来だしは鰹節や昆布で煮出すものだけど、小さな子が初めて作るのには時間がかかりすぎちゃうよね。だから今日はだしの素を使うよ。これならパックに入っているから、ミスヒナでも簡単に作れるよね。2 packets in 4 cups of water for regular strength だし。ちなみに今日使用する計量カッパは日本のものだよ。ねえ、だしって英語って何？コンソメ？
ブイヨン？惜しい。でもそれはフランス語なんだよ。だしは英語でフィッシュブラース、もしくはスープスタック。日本通の外人には、だしスタックパウダーで通じるけどね。あ、かやのやの極みだしがとうとう発売されたね。去年盛り出したよね。そう。美味しくて初めて肉じゃがのお汁を最後まで飲んじゃいました。って書いたよ。誕生日付きだから、女子パックプレゼントしてくれたよ。こちらがお誕生日のお品物になります。これ結構助かるんだよね。Press water and open the packet in saucepan. Bring water to simmer over medium heat.Bring it to a boil for 2 to 3 minutes. Remove and discard packet. Stock is ready to use. 1分体操、いくよ。 Vegetable, vegetable, vegetable. Vegetable, vegetable, vegetable. Carrot, carrot, carrot.Carrot, carrot, carrot. Boil the fish paste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 . Sticky rice cake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 . Japanese mustard spinach. Japanese mustard spinach. Vegetable, carrot, sticky rice cake.Vegetable, carrot, sticky rice cake. すごいスモじゃん。久しぶりに食べたら美味しいよ。だしを作ったところで次は中身だね。県によってお雑煮の作り方は違うのだけど、今日は小さな子でも作れる関東風雑煮を作ってみよう。ちなみにこれがピンキーの作ったお雑煮なんだ。あ、人参がお星様になってる。これ一応ねじり梅という飾り切りなんだけどね。レシピはざっとこんな感じ。まずは料理の基本、絶対に覚えておくべき単語をおさらいしよう。計量カップは英語で A measuring cup って言うんだよ。へぇ。Measure っていうのは測る、測定するっていう意味。うん、へぇ、そうなんだ。うん。15cc の大さじは tablespoon。あ、テーブルのスプーンっていうこと？うん、大きいよね。だから大さじ。5cc の小さじはティースプーン。ティースプーン？まずはさっき作っただしを使って炊事八宝を作ってみよう。炊事何？材料に味をつけるためのだし汁だよ。炊事八宝。Add 1/2 teaspoon of salt.1 teaspoon of cooking sake into 2 cups of dashi stock. あとはその中で味付けをする具材を切っていこう。今日使うのは小松菜。Cut Japanese mustard spinach. これ硬い。茎の部分は硬いよね。で、気をつけて。なんかこれバナナの形みたい。Add Japanese mustard spinach and cook for 1 minute. 葉っぱはすぐ柔らかくなるから先に取り出しておこう。この後冷たい水にさらすと
色が鮮やかになるよ。茎と葉を別々に取り分けておくと、盛り付けの時に楽だよ。次はチキン。Cut the chicken into bite-sized pieces. 一枚肉の場合は、皮を下にして切ると簡単だよ。でも、5歳のメスヒナにはまだ危ないかな。Boil it until color changes. 旨味も出ちゃうといけないので、オーバークックしないようにね。Remove chicken from stock. ちなみに一気にアクを取るには強火にするとアクが中心に集まってくるよ。では早速他のお野菜も切っていこう。スライス、a Japanese radish。まず輪切りを半分にして半月切り。その半分でイチョウ切りだよ。ほんとだ、イチョウの葉っぱみたいな形だね。スライス the carrot。Cut the carrot using a star and heart shape color. お、上手上手。いい感じだね。もう少しだよ、頑張って。うん、次は椎茸だね。椎茸は外国でも椎茸で売られてるよ。そして飾り切りすると熱が通りやすく味も染み込みやすくなるからおすすめ。 Chop of the cells of 椎茸 mushroomsMake a shallow cut right in the middle. Then make a bias cut from both sides. You can create letter X shape. ハンバーグみたい。ハンバーグみたい。じゃあ取れる？取れないかも。ハンバーグ。ハンバーグ。切る野菜はこれでおしまい。最後はボイルドフィッシュペースト。かまぼこ。そういえばミスヒナは3歳の時に小田原のかまぼこ工場でかまぼこ作ったよね。うん。どうだった？熱かったよ。そりゃ揚げかまぼこだからだよ。うん。かまぼこはこの赤と白がお雑煮の定番だよね。うん。元日の日の出を表している食べ物ということで縁起がいいとされているんだよ。スライスザ・ボイルドフィッシュペースト。フェアリーシーン。そしてお雑煮のメインといっても過言ではないお餅。ひな、お餅大好き。お餅はよく伸びるので長く生きるという長寿の意味も込められてるんだよ。そうそう、関西地方で食べられる丸餅、家庭が円満になりますようにって願うんだって。
ほっこりエピソードだよね。うん。あれ、うちはお餅四角いけど大丈夫かな。Put the 餅 into toaster and pop onto puffy。あとは具材を入れて。あ、ひっくり返っちゃった。大丈夫大丈夫。あ、なんか煮物みたいな。そして出したね。お餅も入れて。最後に出汁に少し浸した小松菜も添えて。出来上がり。あ、ハンバーグみたい。どう？おいしい、楽しかった。何が楽しかった？ハートと星をブスッと刺すのが楽しかった。ああ、そっか。お疲れ様でした。うん。結構簡単だったよ。本当かいな。うん。